いや、健作さん、今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。出ました。はい。いや、このままね、はい、もう早く家帰ってシャワーでも浴びたいところですけれども、眠りたいですよ。もういや、でもね、はい、今2月18日、はい、ということで、はい、やることがあるんです。行きましょう。え、誰の誕生日だっけ？誕生日じゃないんです。え、違う。じゃあタイトルコールから。はい、ドサンコワイダさん、番外編。いや、何だ。聞いてないな。聞いてない。あ、やるんですね。もうこれよりはね、コンビネーションがね、はい、成熟してるはずのものをやるんですよ。してるよ、してるよ。そう、2月18日金曜日ということで、はいはい、まあ、今日から J リーグ2022シーズンが始まる。早くないですか？ね、2月開幕っていうのもだいぶ慣れてきましたけどね。いや、あっという間に来ましたね。これはコンサドーレは金曜日ではなく明日土曜日、そうですね、敵地で清水エスパルスとの、どうなります？でしかもこのシーズンはワールドカップが11月の、ね、終わりからあるので、ギュッと短いんですよ。いや、選手は大変じゃない、ね、これだけスケジュール詰まってるから。そう、ただ、うん、そのギュッとしたシーズンを、うん、ドサンコワイド朝で熱く応援するために、ちょっと番外編として新たな試みを、はいはい、いや、まあ、開幕前なんで、今回はズバリ大森健作さんが選ぶ開幕スタメン、はいはいはい、無理。いや難しいよ。いや、ね、いや、今シーズンは本当に新加入の選手、いやね、面白いね。去年までの選手もみんなレベルアップしてるじゃないですか。そうそうそう、誰が出るか、うかうかしてられないというね。で、本当にこれぴったり全部当てたらそう、なんか結構トトでもいい賞金になりますよねってぐらいですよね。いやでもね、あのそれぐらい難しい。メンバーでも31人になったんだよね、今シーズンね。25人だったのが、はい、多めに。でもちょっとごめん、ここにいない選手がここに後ろにいるから。とりあえずね、なんとなくこの辺かなっていうのに絞った形で。もちろんいい選手いっぱいいるけど、はい、選ぶって言ったらこれでしょ、でも、うん、ね、はい、まあ、ベースになる選手たちでも、まあ、考えましたよ。うん、あの、まあ、キャンプの情報も入れながら、人数多いですしね、まずそもそもこの時点で、ね、そう12人いるし、ね、そう、でもそれぐらいハードワークできるチームですからね、はい、どっちからいきます？はい、まあ、下からいった方がいいかな。下からいきますか、ね、ゴールキーパーはどうでしょう？いや、もうここはもう精神的支柱の安定感抜群、ね、じゃあ年齢37歳かな、ね、どんどんね、年齢関係なく進化してるから、はい、次の選手、次じゃできますか、ね、ただ昨シーズンも中野選手にもちょっと出番はあったじゃないですか。そうだね、うん、ここにあるんだよね、小次郎ね。小次郎ね、はい、だからまあね、もちろん今年も守ってもらいたいけども、ここも競争しながらしてほしいですよね。競争しながら、でもやっぱり、うん、抜けてるのは、はい、菅野選手でいきたいね、はい、今年も神セーブ見せてもらいましょう。そうね、あまりね、見せるのは良くないんだけどね。まあ確かにね。じゃあそう、見せないためにも頑張ってもらおう。次頑張る3人、うん、ここはね、ベースはこれですか？いや、もう昨シーズンからうちのチームはもう後ろからボールを丁寧にね、繋いで前進させるっていうのがね、はい、大事だから、この3人はミスがなく、うん、そのビルドアップ、ボールを前に繋ぐっていうことが長けてるから、はい、この3人はやっぱり安定して選んじゃいますよ ね。田中俊太選手はもう昨シーズンも、もうシーズン通して、いやその中で宮澤選手と福森選手ちょっとね、離脱する時期もあったじゃないですか、怪我もあったけど、やっぱりこのね、ひろきがいないと試合負けること多かったし、はい、ちょっと違うでしょ、ここにいたら、ね、なんかバランス取ってね、今年もね、配球できるし、キャプテンになりましたからね。そう、7年目、はい、すごいね。そしてここはもう大盛りでもいいんですけどね、ここね、服じゃなくてね。そう、大盛りで、大盛りもやりたいぐらいのサッカー。だって大盛りここからこうやっていってゴール決めたいでしょ。はいはいはい。でも帰るの遅いですからね、こう。切り替え早くしないといけないから、ミシャに怒られちゃうんで。でも服の左足はやっぱりね、もうリーグでもナンバーワン。去年直接フリーキックでのゴールがなかったって。ないから。意外なことにね。そこはもう自分もやっぱ責任を感じてるから、フリーキックでゴール。はい、あとはこっからのね、パスでね。攻撃の組み立て、はい、この3人は硬いんじゃないですか、後ろは。まあ、ただね、ここに西野選手とか井川選手とか、西大吾選手、あれ大吾くんの、そう、あの後ろにいるんだけど、今ちょっと違う、あのね、これスタッフがさ、まさかの大吾まず用意しとけって感じですよね。これ加入発表前にもう準備しちゃったのかな。か、早め早めにね。そうそう、もう開幕待ち遠しかったんだろうね。多分ね、次回これアップする前には、あの、新しいの作られると思うんですが、とりあえずじゃあ今、もう13年ぶりに帰ってきたんだから西大吾。どこ行きます？雑だな。ここっていう手もあるし、ここっていう手もあるし、ここもあるよ、ここもあるよ、ここもあるし、でこことか、まあ今日言ったの話したらここもあるわけじゃないですか。落とすなぁ。いやー、ここもできるってことね。そうそう、いやいや、とりあえずでも、じゃあちょっとポリバレントにどこもできるっていうことで、いや、計算できるもんね。はい、
さあ、そしてじゃあ大悟くんも含めてボランチ争いもね、ここはね、たくまもね、やっぱここでね、ここももちろんできるしね、ここもできるしね、はい、でもじゃあ健作さんは2人で誰選びます？やっぱここだね、開幕戦もここで選びますか？この2人、この2人ちょっと、うん、はい、やっぱ背番号6番といえば大森健作ですからね。大森健作、ここにもここにも出てくる。やっぱ見ちゃう。同じ左利きだし、左で、ここのゴール数も同じだし、そう、1ゴール生涯でもここからですから、こっち J1 ゴール、未来がありますから、ね、J2 ゴール。でもあのゴールでかかったからね、健作さんの今シーズンもっとね、シュートを打って決めてくれるんじゃない？はい、あとでもボール奪う能力はもうピカイチでしょ、ここは。この選手がいないと ね、こうやってつなぎ役になりながらっていうの大事ですよね、うん、で出ていってこの辺でミドルシュートっていうのもある。で、駒井選手がね、昨シーズンちょっとね、光ってましたね、ここもやったりね、うん、この選手もどこでもできるし、ここ、ね、はい、そのポジションでいい仕事してくれてね、体決して大きくないけどね、はい、フィジカル強いし、ボールも奪えて出ていって聞けっていうドリブルでね、はい、やっぱ局面打開できるから、この2人はやっぱりベースになるとじゃないかな。はい、そしてじゃあ次サイド、両サイドもちょっとここもこれ面白いのは、金子拓郎選手がここにいるのは、はい、ね、右サイドだけど左利き、はい、カットインしてシュートとか ね、でボールの持ち方で相手は、ね、迷うというかね、はい、嫌だろうね。でルーカスはね、左サイドだけど右利き、うん、これも縦もいけるし、カットインからシュート、キャンプでも決めてたから、はい、なんかクルッと巻いたの決めてましたね。でも絶好調。え、じゃあサイドこれでいく、行きたい。菅選手もいるよ。いるよ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 、結婚もしてね、ね、うん、俺より先に行っちゃったからね、結婚。何歳と何歳だって幸せでね、やっぱ責任感も出てきて ね、これもガンガンいけるからね。なんだけどキャンプやっぱりルーカスが一番いいってみんな言ってたから、はい、ここはもうね、置きたいね。はい、じゃあ、いや、ここのトライアングルがね、一番このチームキーにあるじゃない。はい、これ GX 誰まあ今まではね、 GX10 なんていう風に、はいはい、いわゆる背番号ですよ。あ、ガブリエル、シャビエル、18。あら、またそんな作っちゃった。そうそう、もう、あの名古屋時代から GX10 とかで愛されてたんですけども、札幌に来てもね、いや、魔法の左足入った ね、 ね、18ちょっと心配だったじゃないですか、うん、あれいなくなっちゃった、18番、チャラディップ。そしたらもう、いやいやいや、まさかまさかの、うん、いや、もうここね、ボール受けて前向いたらもう何かが起きますよ、これ、うん、ワクワクするようなパスが出てくるし、あとはもうスピードのある選手が他にいるからね。だからこうするとでもサイズ感としてはちょっと ね、上背はないけど下で、うん、スピードで、うん、こうはなんないですか。あ、ね、昨シーズンのね、ホーム最終戦でね、2点取ったしね、はい、だいぶこうフィットしてきてるっていうのも聞いてるし、これもあるし、ね、あるね、まあ、これももちろんあるね、これもあるしね、もう4人置いちゃおう、うん、いやそれもいいっすよね、うん、いやでもこの選手が入ったのはやっぱりね、大きいんじゃないかな、うん、まあ、年齢はもちろんあるんだけど、はい、足元収まる、うん、ピタッとで起点になれるから飛び出せる、はい、で自らここで駆け引きで相手のマークを剥がしてシュート持っていける、うん、シュートうまいしね。まあね、あのコンサドーレは去年のデータ見ても、うん、相手ペナルティーエリアの中でプレーする数字ってのは相当上なんですよね、うん、ここから前にはもう入れてるんだよね、うん、でもここにこうボールを入れれるかっていうところの課題があったけど、この選手が入ったことで解消されて、この選手も学んで、はい、でこの選手もあ、こんな動きだし、あ、こういうゴール前のポジション取るんだっていうので刺激を受けて取れるんじゃないか。まあ、コーロ・キオガシはシャビエルにトゥチッチ、あとね、ここにいないですけど青木選手も、いやいやいや、今シーズンから11番、いるんですよ、いるんですよ、いる。このね、青木選手もここもできる、まあ、もちろん右もできるし、はい、シャドウね、はい、まあ、これはもう攻撃的な選手で、まあ、どこでもできるかな、うん、ちょっとね、アイデア豊富だし ね、面白いよね。だから、まあ、スタメンで出ないにせよ、うん、こういう選手は、うん、例えばですけれども、うん、サブにいたとするじゃないですか、雑だなだから西がないのがおかしいんですよ、これは。俺は最初に作っとかなきゃいけないって戻って帰ってきてくれたんだから、ね、嬉しいでしょ、やるよこの選手は、はい、まあ、でね、あとは時間が長くなるかどうか分かんないですけれども、はいはい、天才がいるわけじゃないですか、はい、小野選手 J1 最年長、はい、ね、いやーね、で生涯契約したんでしょ、ね、だから
まあ、引退はね本人はいつまでもサッカー小僧でいたいって言ってますけれども、まだまだ小野選手はただその後もっていうことも、うんうん、だからゲームプランとしてもいろいろも幅広くなりますよ ね、 そうだね。で、ここね、ここにドドって言いますけどね、はい、やっぱ時間、ね、逃げ切りとかパワープレーではもちろん、はい、頑張れますからね、ブラジル人から追いかけますしね。そう、これはもう評価も高いですからね、ドドはね。じゃあいろいろ悩ましいけれども、はい、ちょっとサポーターの皆さん、これをチェックしておいてもらうっていう、うん、はい、検索セレクトのこれはでも難しいけど、スタメンはワク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 しません？しますよ。このね、まあ、昨シーズンのメンバーをこう軸にしながら新しい選手が入って攻撃的なところでアイデアが出て、どんな形を作ってくれるんだ。じゃあ、ね、これでいいですね。いや、行きましょう。ファイナルアンサー。はいはいはい、これでしょ、はい、開幕ね。魅力あるチームだな。じゃあいよいよ明日敵地で清水とのコンサドーレの開幕戦、はいはいはい、最高に最高面白い一言。そうだ、最高の何難しい、最高に熱いエール。もうサポーターの皆さん、もうタイトル ACL 間違いなくいきましょうね、はい、皆さんの応援が必要なんで、これでいきますから、これで勝利をつかみ取ってホーム開幕戦、うん、帰ってきますから、皆さんそこでまた応援しましょう。頑張りましょう。